Thank you.
Fight!
い。Round 2!
Thank you.
Fight!
Yeah!
あ、こんばんは、セロテープです。本日は四季の細道ではなく、ここにいる全員で総当たりで、なんでしょうね、大会名決まってないんですけど、じゃあバレンタイン杯で、はい、勝つと自分でチョコに行くという素晴らしい大会です。そんなわけでじゃあ行ってみましょう。一組目がエクスパーさんとカーシムさんですね。これ50音順です。クレジットは100円までで、そこから先はの上のチャリンチャリンでやってください。今回2先で、2先なんですが、先方キャラ固定、負けた方はキャラクターを好きに変えていいというルールです。エクスパーさんがワンピー側で、先方がリュウ、カワシムのクレジットがザンギエ。行きましょう。はい、また走るザブラリが当たって足まで左に持っていく。さあ、かわしもじっくり、さあ、逆に投げて受け身もなくて、これはエクスパー美味しい。フライスクリュー、壁に引っかかるまで置き攻めがついてくる。落として、エクリ昇竜出したがガードしている。バカワシの1ラウンド、さあ、出しても最初に壁に追い込んだのはカワシム。さあ、残念、ここから出さずにダメージが出られるか。竜巻でダメージを取って中央まで戻すが、また後ろに、空にダブラリが出て、ダブラリの位置からクライスクリュー、これ
は中央なので置き攻めはちょっとつらい。からさだよし誰に行きませんね。立ち回りだけで最後は波動重ねにダブラリです。さあ2ラウンド目はエクスパー島でまたもや追い込んで、さあ立ち回り立ったがダブラリで割られる。スクリューハミちょっとタイミングが悪かった。波動が当たって体力はほぼ5分。ダブラリ当たる。さあワンチャンで殺してる。最後はクイックで回って大足が刺さる。さあ先方を破るとエクスパーがキャラを変えるか変えないか。ダルシムも使えますがここは信頼の竜で。かわしクイック多めでダブラリの先端は当たらないんですが、さあ飛び込み三段風拳の方に当てて、ロー大足相打ちで体力取っていく。さあこれが失敗戦になるか。ダブル出ない。シンクガードさせる。波動が当たって、さあこれは本当にわからん。あーっと二度と削りにいけない気がしますが、ストマックもみよで こんばんは、カワシムです。さあ次は、スローテープさんとハクくんですね。さあ1キャラ目は、固定なので、スローテープさんは1キャラ目ザンギエフ、ハクくんは1キャラ目キャミーです。さあ2キャラ目は、もし負けてしまったら変えて自由です。何でもいいです。ブロックは 1P スローテープザンギエフ対 2P ハクキャミー。はい、さあキャミーザンギはね、さあかなりザンギ苦しい戦いになりそうですが、さあどっかでそうですね、相打ちを狙っていく。さあワンチャンフラパーがね、フラパー、さあここガードシールめくりくりかスクリュー強気にいく。さあまずはスローテープザンギフ。キャミーはあまりね、こうガードばっかりで一個画面端に追いやられてますので、さあここはキャノンスパイクで当てる。中足が痛い。さあ大足が噛み合って、さあここはキャノンスパイク。さあワンチャンフーリガンを狙って、さあここはガード、さあうまいぞ。ここはスマッコン、なんとかなんとかストライクだね。名前ちょっとわかんない。さあハクくん取り返して、さあ3本目なんと渡してもフラパワー。さあここはキャノンスパイクで暴れる。さあもう一回キャノンスパイク。さあここはダブラリが勝った。さあガード間に合わない、ダイヤシが
これはキャンピングベース。おお、助かったが何もない。これは可能性で出しボクだったんですかね。あっ、おお、びっくりしたが、なんとか中足間に合う。さっくんのキャミ、さあ、こうやって、さあ、ゼロテープさん、2キャラ目どうするんですかね。さあ、キャラを変えたとしていい戦いができるキャラ、さあ、なんで竜とかですかね。さあ、でも2キャラ目ハックは変えてもいいんでね、それも考えながらですね。さあ、本田にカーソル合わせるか。あはっ、本田に決定。ゼロテープ本田対ハックのキャミ。さあ、ハックは1対2です。はい、ファイナルアロー、ファイナルアロー。さあ、ノースコイ、さあ、体力リードしてマックスタイルか。さあ、ここは削りに行く。さあ、きついぞ。ガリガリに行かなきゃいけなくなる。さあ、めくりに行く。さあ、表へマスター入って、これは落ちやか。ハリーテさあ、しかしなんかいけそうな雰囲気はありますね。さあ、頭突き。さあ、セロテープさんがなんかやっているが、技が出てないのが幸いしていたが、最後は暴れたところにキャノンスパイク。さあ、ハックキャミーが取り返して、さあ、セロテープさんに技にじゃねえよ。セロテープさんがジャンプコマンで落とす。スパイラルアロー。さあ、ホンダはあれかな。あ、ホンダじゃねえ、キャミーはあれですかね。ホンダをめくることできないのかもしれないですね。さあ、ここは暴れている。さあ、ハイキャミー、なんと 2-0 でセロテープさんにとホンダを倒す。さあ、かぶせに行ったはずのセロテープさん、ラウンド1、ファイト。続いては、ヒロポンさん、頑張れるんだよね、ヒロポンさん。ヒロポンさんと誰か。ヒロポンさんは1キャラ目はバイソンです。ジェイクスパーさん、ゲームのレンジャーワンピーツーピー。さあ、ではエクスパーリュウが、1P 側、2P 側がヒロコンさんのバイソン。バイソン。さあ、ハックン、よろしくお願いします。さあ、よく倒しましたね。いやいやめっちゃ怖かったです。あれ、めくれないみたいですね、ほんとはね。いや、めくれるんですか。ですけど、なんか逃げられちゃう。あー、仕込みアローで、あ、追いかけられる。そうなんです、仕込めないんですよ、下手なんですよ。100% 仕込めない。おっと、エクスパーリュウが炸裂を溜めてる。いやー、どんな週間。あー、ちょっとやりにくい。そうね、投げて投げて高め投げ返されて出させた。悔しそう。これで分からなくなったが、ターンパー追っかけて画面端。確かになんか打ち方がよく分からないところ。あー、トーヘッドが引っかかって前に動いてるっていうのはね。あー、はいはい、そうですね、歩いた後に波動が出てくるとちょっと対処しにくいところ。次にボタンを押したりダクダクしてますので、はい、波動を読むようにします。あー、なるほど。おーと、ダマ。あー、これは死なないが、ペット。さあ、勝利を入れていたが出てない。あー、
気まずいぞ。さあ、つかみに行きたいが、ここまた一発だ。あーっと、惜しかった。素晴らしい、先に当たる。これで、エクスパーが一勝して、ヒロポンさんが。さあ、2キャラ目ですね。まあ、変えても何でもいい、自由。今ね、中盤でなんか投げれそうでしたけどね。あー、そうですね。どうしよう。まあ、これだったらビビって立ち台パン打っちゃうんですけども、はい、波動が飛んでくる前に。もうなんか相打ちオッケーで終わらせたいところ。まあでもしゃがんでヘッドで待ってても。これぐらいの前。こっちこっち。ああタンパが引っかかって暴れたが中盤で落とす。これまたいい感じの体力。あーっと。ここは積極的に打ってくるぞ、急に。竜巻が飛んできそうだ。飛んできたー。あれはなんだ、タッシューパーですか。あー、前歩いてたっけ。そう、覚えてない。もっとしっかり対空。あ、ピヨって死んだ。ピヨっている。これにはエクスパーもショッキング。開幕読みでヘッドを出したが、あれが見てから出せるようになるといいですね。籠城してる。急に竜巻が飛んでくる。ヘッドで逃げて、めちゃ逃げますね。ゴチゴチ。これはさっきと同じ。バレてますね。あれですね。あ、軌道がさっきと違うぞ。あーっと、バレていた。これで、手が出ないが。あーっと、リバされてればだったが、一日になった。さあ、取り返した、ヒロポン対策。さあ、エクスパーさんも、おそらく竜。竜ですね。よろしく。開幕カンパー早めの大キック、ゲット出させて、出して松巻をしてくる。やめてますね。立ち合いパン。ダメやで、当たってしまう。ヘッドがまた我慢されて、これは、あーっと相打ちだが、ファイヤーだった。中出し、あーっと着地にシンク。冷静でした。おっと、こっちこっち。シューパンでバックジャンプを、あっ、シューパン、おっと我慢、おっと面倒くさいムーブをしてくる。グラウンド、あっと遅らせた。これを咎めたいところ。大野心、こればっかしてくる。こればっかの時はどうすればいいのか。こればっか、大野心、おっと、あーっとガード。勝ったのは2-1。なんか言ってるわ。2-1でエクスパーの勝利。さあ、あの竜巻はね、はい、ちょっと難しかったですね。難しいですね。大パンで多分折り際に当てれば一回ガッツするんですけど、ちょっと早いと相打ちになっちゃったり。なるほど。カワシムさん、セロテープさん、
これはまず開幕ザンギザンギ。セメント。黄色いザンギが川島さん、緑が四季でおなじみのセロテープさん。開幕は外野手で来ましたが、これあんまり読み合いが分かんないんですが、おっと、なさったところをダブラリやってましたね。ダブラリタイプ直ですって。これでおっと、あ、うまい、下段。あ、バニーが出たが直でダブラリ。これは結構いろいろ出させる読み合いなんですかね。おっと、ポパンダブ、あ、中パンダブラリ、ポパンダブラリ。今のは必死の暴れがコンボになりましたね。垂直、おっと、いろいろやっているが繋がってないが OK か。あーっと、これは見られていた。素直に吸わないが、あーっと、ダブラリちょっと早かった、入る、早かった、揉んで、あーっと、遅らせたがちょっと遅かった、早かったか。ダイヤシー直です。読み合いが早すぎてわからないですよ、この戦い。ザンギザンギ難しそうですね。開幕は立ち受け、無難に行って、あ、これは当たってしまうのか。コパ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 、ダイヤシダイヤシ、あと使ったがダブルリーが当たってしまう。吸い返されて、あーっと、上から行ったがダブラリが、おっと、大志うまい、あーっと、誘ったがお互い冷静、あーっと、吸われてしまう。ここはセロテープホンダか、 S サガか、 S サガなのかホンダなのか。安全なのはホンダな気がするが、あー、ホンダ J になったらだいぶきつい。これは S サガですね。ただ手をザンギガが分かってると結構 S サガもめんどくさい。下タイガーにダイヤシ、上タイガーにダブラリが当たりますね。おっと、つかされて、ダイヤシダイヤシ、カーシムさんマジでダブラリ出ますからね。弾を避けるにはお手の物。これは出させて、回って回って、下タイガー、下タイガー、苦しいぞ。ダイヤシが打ちしたら死んでしまう体力。飛んできたが危ない。おーっと、2段よりそう。ダブラリが迫ってくる。走って投げて、おっと、これはあんのか。あーっと、よ、あーっと、飛びすぎた。これサガット、サガットが難しそうですね。特にカーシムさんすごい避けるのがうまい、目がいいですね。もうさすがテレポで鍛えてるだけありますね。クラス大将引っかかって、あーっと、あーっと、マジだけ、あーっと、ピータが遅らせてる。さっきから遅らせた足が刺さっているぞ。高め、まあ、2段になっているが、アパカ暴れる。あーっと、上タイガーが当たる。おいしい、打って打って打って、あーっと、2段繋がっている。アパカ、これは減る。これはダイエットを狙うとしたのか。足だけは打ち、あー、飛んでる。2段繋がっている。
遅らせたいやし、今度は相打ちになって、おっと飛んでくる、絶妙だが、お互い一発つけんないか、うわー飛んでくる、当たりそう、あーっと下がった、立ってるぞこれ、あー当たってる、ここでかわしむ X 剣か、おっとここでデキンキャラを引っ張り出してきた。おっと青パン対青パン、後ろの作業員も青、オッケー、カーシムさんはスラキャンエアスラスラキャンが大好き、めっちゃ減って、なんかあれちょっと喋ってないのにすごい減ってるぞ、アパカが出ないがダイヤしかくて、あーっと飛んでくるんかいっていう、ジャックが出なくてあるのか、ライン枠ジャック、ジャックじゃねえ、ソバット、ソバット、アパーカーが出る、あーっと飛ぶのもありだな、アパーカーがめっちゃ空振って、めくりはどうなんだ、高めで投げ、予想だにしていなかった、開幕遅らせて、大体が体が早いですね、飛んでる、立ち台パン、立ち台パンか、反応していた、弾を遅らせて打ったがドバッと見えている、アパカが出る、これは間に合わない、踏ませて、うまい、これで間に合わないのか、出させた、あー読んでたのに投げられそう、我慢した、女性か、飛んでる、勝ったのはセロさん、キャラを間違えてしまった川島さん、続きまして、はい、川島でございます。さあさすがにね、エッサ側ねちょっときつかったっすね、 DJ ね、いや球が速い速い、ダメ帳なんかジャックジャックで避けた後にジャックソバ打つみたいな、なんかそういう、いやでもね、ジャックソバもあのスラキャンジャックにジャックソバットにしないと届かないんで、なるほど、いや、やばいですね、で十分ですね、今のは一緒に来るのね、簡単じゃないと思うんですよね、そうね、はいな、俺もね、DJ よく使って DJ でめくりに行くとね、ゴロ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 、体が斜めってるのがやばいですね、しかも背が高いからね、そうですね、あバルログに変えてきた、すごいですね、2段で遊べるんですね、2段で遊べるんですね、サケロン置いてある、キャミーは比較的にマルセロの機能しづらいキャラですよね、キャノン結構前に出るとさあ当てて上げてストレートで勝ったのはハクキャミー、ハクキャミー、続いては、
エクスパーさん対セロさん。まずはザンギリュウ、気合を入れてますね、気合を。はい、いつものことですね。あ、式に来れば一番見れるんで。毎試合やる。まあ6時ぐらいからやってますからね。おっと、吐いて、はめるぞ、これは。やりづらそうだ。竜巻タイプ。うわー、中足、中足、中足。これはやりづらそうだ。バレてる、バレてる。高め相打ち。時代は竜巻なのか。そうですね、エクスパーといえば竜巻、リスティといえばカラキャン。避難つながっている。おっと、油断だった。竜巻をダブラリン、竜巻合わせに行って、あーと、バニだった。シーク出したい。逆ファイヤーでフィニッシュ。そこはね、難しいですね、あれは。そこで竜が波動に頼ってしまうとはなっちゃうね。大足ですかね。だから、中パンを引きつつ、アベキ中足の左足の代わりに行くと。はい、変えないですね。おっと、ネタを見せたが、おっと、ダイエット早いぞ。今日は早いのか、ダイヤシー。これで大体ゴム。あーと、さっきからダブラリにやられてる、繋がっている。さすが、コパコパがヒット確認しやすいので、痛いダイヤシーを入れられるのがいいですね、ザンギは。エクスパーが下がっていく。下がりたくないところだが下がっていく。揉まれて2段下がっている。高めリバサー、逃げて、逃げては下がってを繰り返します。下がっていく。ダブラリーバレバレか。アウト、出していく。これは、あーっと、ダイヤシー、ここで歩いて、ダイヤシー、あれですね、今の。そうですね、あれが大事。はい、ひよって波動を打つと案の定やられてしまうので、足が大事ですね。これはエクスパームーブ。おっと、いいぞ。あーっと、竜巻音で垂直したっぽいが、昇竜だった。座れて2段。ちょっと踏み込みが足りない。あっ、勝ったのはセロさんのザンギ、2-0。
ストレート勝ちしてる者同士ですね、連勝同士の対決なのでかなり重要。 1P 側かわしめざんぎ、 2P 側アッキャミン、さあフラッパー置いたって、さあ電キャンからはキャン、おっと下がりラブラリー、キャノンも入れてある。キャノンはスカリさえしなければお釣りをもらない。削って1ラウンド目のハッキャミン、キャノン対策もいろいろあるんですがかなり難易度が高い気がします。さあ今のスパイラルは危なかったがお釣りなし。はい、打ち取ってダメージ的にも負けている。上も出る相打ちで、さあ風前灯火、もうスパイラルもキャノンも何にもガードできない、ザンギのジャンプは遅いのでスパイラル見てからは間違いなく無理。さあここで初めて星を落としたカワシムが変えるキャラクターはダルシムなのか、なのだデギンキャラではなくダルシムで行ってみる。さあヨガファイヤー、ヨガファイヤー削りだけでこのヘリ耐えてしゃがみ2段よって、最後は投げ、デイトナ式ではあんまりダルシム使ってるところ見ないんですが錆びついてはいない模様。さあ後ろから本当は安かった、ファイヤー酔っ払って、さあダルシム前打っていなかったので、おっと、さあファイヤーモード投げて体力残る、インスケルの削り、最後ちょっともつれたんですがアマレコパンの勝ち。さあこれで 1-1 です。めくりが起動して、さあ勝つときはこんな感じ、開幕フーリガン入ってめくりだから最速パターンですね。さあルキャノン正面伸ばして、おっとテレポートさせる、さあ着地にパンチ重ねて、スパイラルってパンで止まるんですね。シャガパンがあんなに使えるとは。エフリ4段入って勝ち切った。勝ったのはハクキャミン。いやーやってしまいましたね。エフリが見えません。はい、そうですね、ヒロポンさんがカーシムさんとセロテープさんとまだやってないのと、私がエクスパーさんとやってないです。いや最後めくり結構いい軌道でしたね。あれだいぶ表あの浅かったです。わかんないですよ、両ガードしてですけどね。あれ自分でもわかんないです。ちょっとはい、表側の裏ガードってやつですけど、あファジーガードってやつですね。ちょっと早かったですかね。あじゃあ裏ガードにしたときに表当てのクラス。はいはいはい、これは小物ガード。あ、そうですね、スマホね。そうですね、スージーさんとタコ様ラウです。さっきのやつね、もんでなん
中、ニカさんはザンギーユ理説を提唱していました。なんか私的には超しっかりやったらバイソンみたいな感じは、まあ難しそうですよね。おっとグランド、グランド、もんで揉みが早い、はい、CPU 僕ら世代やし、左足、あーっとバニが漏れて、もんで揉みが早い、おう CPU、 おう CPU、 めっちゃ早い。今ので多分腹筋変形しましたね。おお、バルシム、バルシム対空難しいですよね。あーこれが、あー揉まれてやばいぞ、やばい、生きてる、高め、わーっとテレポがその場で出てしまう。胸毛、はい、はい、はいはいはい、あーに、あーちょっとザンギこっち向いてもらっていいですか。あー急に何を言うか、あーこれ勝利ポーズで、あー確かに確かに似ているかもしれない。なんか結構スト2っていろいろリスペクトしてるようなとこあるっていうか、あーなんか取り入れたんですよね。あるかもしれないです。はい、さあ1キャラ目は、エクスパさんがリュウ、ハク君がキャミーです。さあ 1P にハク君が回って 2P にエクスパリュウ。さあ、リュウキャミー、さすがにリュウが有利ですが、さあしかし、キャミーがね、ワンチャンで、いけるとこある、はい、そうですね、リュウというキャラはポテンシャルは高いんですけど、結局、波動を読まれちゃうと、そこでつけ込まれたりするので、やっぱり、どんだけ適性を減らしたり、相手に悟れないように球を打てるかというところはありますね。球の打ち方はね、かなり重要ですね。強い球と真空をどこまで行かせるか、すいませんって声が出ましたけど、今度は完全は適正打ったじゃないですか。はい、スピンドライブ、なんだっけ、スピンドライブスマッシャー、はい、そうね、キャノンガードの送り球を打つとパクっちゃうやつですね。まだ今距離中回転、どこまでも追いかけてくるハクキャミー。さあやはりエクスパさんね、追いかけてしまうことがあるので、あ、ここはショートが先に、頼みの真空も入らせた。今のは締めを取ってたが投げ逃がさない。すごいのはすごい勢いで目の前まで歩いてくるんですが、波動を打ったらガードしてるところですね。それが感じできると玉なしキャラで、さらにブランカーとかね、ペイロンとかね、上手い人はみんなやりますよね。ダッキーもかなり大事なんですが、なかなか難しい。ダッキーはね、ダブルキャラで、さあ投げる、さらに裏に行く、横長いですね。こちら
段キャビンってあんま飛ばないじゃないですか、ジャンプ台系で、はい、とっさにね、飛んでくるとね、EJ のジャンプ台系で飛んでくるみたいな、確かにやっぱり中盤か何かで飛んでくるイメージが、そうですね、さあ、さあ、ライトリューで抜けて、さあ、まだ諦めていない、ガサイはめくり気味に中盤が当たって、なんとハッキャビンが優勝を決めてしまう。さあ、全勝でハクキャミーの優勝が決まったところで最後の試合行ってみましょう。消化試合ですね。消化試合ですね。はい、順位決定戦ですね。そうですね。超大事な感じで。あ、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。全勝はやばいですね。優勝やばいですね。いやー。落としたのが？あ、お疲れ様でした。落としたのがカーシムさんの1試合だけですね。そうですね。カーシムさん。そうですね。カーシムさん。ダルシムに一回。はい。はい。ほぼ本気なしで1回目で。ここで。おお。ダイヤシ。カンパが大きいのにダイヤシ組むのがなかなか難しい。カンパは。何で返すのが一番いいですかね。ダブラリ、ダブラリですね。残ゲームは。おっとか、これはかくってしまうぞ。さあ、重ねるフリしてくださったクレイジーオーガード。これでバイソンカーは、はい、基本固めて固めてどんどん押していくキャラなんですが、ザンギーフはそれやりすぎると吸われてしまうので。なるほどね。あと終わった時にやっぱりクレイジーでガードさせて仕切り直しみたいなのが他のキャラができるんですが、あーそうですよね。ザンギ戦ではそれができないのもクレイジーめっちゃ強いイメージあるんですけど、ザンギ戦では甘えになってしまう。そして死んでしまった。さあそうですね、これ難しいですよね。いやパイソンがもうめっちゃむずいですよね。ノーミスで終わらせないといけないので。いやこれちょっと自信ないです。あのタメキャラで、そうですね、あの画面端にどんどん追いやられていく感じはだいぶきつそうだなっていう。例えばこのチカードでタコ様とスージーさんがやるっていう発表がありましたが、 ありましたね。スージーさんめっちゃ強いです。なんかタコ様が、はい、ツイッターでなんだっけ、スージーさんを見て X を始めたみたいな。ああ、昔のやつですね。X マニアガイデン、上原さんのプロデュースの、はいはい、マニアガイデン。でもあれなんですね、残機なんですね。おっと、言ってるうちに透かして吸って透かして吸って、さあ2度目の S 下がった相手にしてますが、本当にダブラリー見てからしてますよ ね。見てからなのがすごいです、はい、先回りではなくて見てからなので、そして精度が高いので食らわない。厄介ですね。こうなると下がった側も本当に面倒くさいですね。面倒くさいですね。ちょっとリードされた時は本当にどうすったら飛ぶしかないのかなみたいな。なんかしゃがみのなんかパンチ系で空振って誘うとかできないですかね。もうなんか台足、はい、ヘイラリで避けた時は早めに避けてれば台足かくるっぽいですね。そうですね。どうしても最後ガードができないので、おーっと出る、ちゃんと上を見ている。これは掴んだか。リードすれば確かにザンギエフ側も回っていればいいわけではなくなるので。そうですね。高め吸って、だがあんまり減らなかったな。あーっとこれでこれでなぜかリードしてるな。サガット高め、アパカ、アパカ減りすぎ。これはピヨルぞ。中まで出し続ける。回る回る、すらない、飛んできて、ダイヤシーガードが間に合う。壁までは追い詰めたぞ。いやあれがタイガーに、あれお釣りないのか。いやー、あーっと出してしまったか。あの場面では壊しダブルが出なかったのか。さあ時間がないぞ。飛んできて吸って、時間がない、時間が足らない。あーそうですね、今のは多分積みですね。ダイヤシでも死なない。カラジャンのところで多分スパコン入れたんですが、1回しか回ってなかった。あーなるほど、かなり近めに飛んでたんで。さあどうする。先ほどは DJ にしましたが、ちょっとキャラ選択ミスと言ってたので、ガイルはやばい、リュウはまだいけなくもない。リ
龍、あ、龍です。龍なくはないですね。チュンリー、リュウ、ベガ、ベガ、ベガもそうですね、なんとかライブっぽいですね。結構は、残念はどうなんですか、なんか、ついてなさそうな気がするそうですね、今のリュウ、あんだけダブルのせいでは投げるか、はい、あなんかこう、タイガーで相打ちできるところがある。上タイガーはダブラリーで帰っちゃうけど、下タイガー打ちたいんですよね。そうですね、下タイガー外足で相打ちできる神秘が溜まっている。合わせて画面端だったので、これは暗い判定の小さな逆に災いするやつですね。そうですね、X だと一発ぐらいで済むんですが、 手の方に当たって、そうです、ね、体に到達する前にガードが間に合ってるってことですね。逆に S は縮こまってるから逆に食らうんですね。一発目から本体に当たってる。まあここでセコさが災いして食らう。食らないときは食らわないですもんね。あー食らった。何かの拍子に食らわないことがあるんですか。そうなんですよね。あーと、アパが出る。出る。うまい。あーちょっと早かった。しくじって勝ったのは川島。いやー今惜しかったですね。川島さんはなんと S サガと2回の勝負しましたね。ここで結果が出ました。1位が、初数1位、本位が瀬野さん、3位が川島さん、でエクスパー勝利数で見たらエクスパーさんですね。お疲れ様でした。じゃあハック君は優勝なので、はい、あの上のコンビニで、はい、自分で好きなチョコレートを買って。やった。今日はバレンタインデーで優勝なので、はい、チョコ買って好きなチョコを自分で自由に選んで。はい、ふざけるな。はい、いやー、まあそうですね、バレンタイン、皆さん、やっぱ職場でもらった感じですかね。なんか昨今は職場でもなんか、そういうのなしにしましょうみたいな。あー、もうある意味、パワハラっていうか、こう、そうです、めんどくさいんで、そういうのなしでコンプラの時代ですからね、はい、渡さなきゃいけないみたいな風潮も、よくないんで、もう終わり。はい、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。来週も、そうですね、はい。そうですね。来週もですね。あとは何でしたっけね。エクサーの日付が発表になったのとか。かける号もですね。そうですね。ゴールデンウィークの3日だったかな。3日だか。1、2、3、4、5ぐらいなんかずっと。あそうだ。そのイベントが。確か前夜祭ニュートン。はい。当日かける号。次の日バーサス。かける5はここで、ここデートなしきで、そうですね、はい、行いますので、ぜひお越しください。はい、他もいろいろありますけど、そんな感じで、はい、お疲れ様でした。また一緒にありがとうございました。
愛。Round 2!
Round 2, fight! All you can! In the end!
Thank you.
い。
Round one, fight!
Round 3, fight!
い。
on the win. Gunpaker. Round one, fight.Thank you.